こんな朝早くどこ行くんですか。朝すぎだよ。成田空港だ。成田よ。これ塩吹きバケツだ。そうしようもしれない。今ちょっと綺麗になってるし、ただもうめっちゃ洗ったから大丈夫。このビールですよ。朝10時半この朝ビールが最高なんですよね。じゃあ3人で頑張りましょう。俺えいじゃねえんだよ。うわうまっ。やべえこれエビ天。これめっちゃうまいやつでしょ。えぐ先に苦手なエビから食していくって。あこれねエビ苦手なやつ性格出るよね。おー、出たの政治家の拍手。え？じゃあまだ出発前よ。リュク買いました、リュク買いました、リュク買いました。なんで？欲しいなーと。買いにしてくんね。え？せめて。え？これ抜きますね。ま、マジですでしょ。まずこれキッチンに叩くようにそうそう、帳消しにするから。なんか税関かなあれに、おい、何しに来たって言われて。何しに来た。さあやってまいりました。はい、はい、インチョン空港。インチョンこいつあからさまにテンション上がっててうぜ。今回僕ホテル勝手に取らせていただきました。そのホテルなんですけど、なんと韓国最大のホテル。最大想像の700倍ぐらいヤバい。マジマジパラダイス送りされたリゾートエリアみたいな。モデルにもカジノがついてる。かじっちゃおうぜ。かじっちゃおう。涼しい海岸だ。来ましたよ。てかさ、ここホテル。ここです。やばないこれ。やばいやつ。この見てくれ。パダイスカジノ、もう関係ない。このマジで決戦のチェック。タクシー爆睡しましたけど。はい。もう充電はマックスか。何のために爆睡したんだ。馬と溺れるためでしょ。君はもうね、矢に入れたら充電。もう俺は正面すらもう100超える。そう、あとは不純物を出したらもう完璧。そこでも100超えるじゃないですか。超えるな。だいたいそこ100だとします。この後焼肉食べます。うわ、韓国で。これまず500まで。ああ、軽くで、マッコリ飲んで1000まで行きます。1000行ってカジノで勝つじゃん。ここで5000まで。で、クラブで叫んで1万9000まで。1万9000。100なんだ。一般の方のマックスが102です。とりあえずね、見てと絶景だと見渡してもらってね。あ、もうやばい、やばこれ超綺麗。もう豪華絢爛ですよ、これ。うわ、ちょっとこれオフレコに中心だけど、これうちのお父さんのホテルのお父さんのとこです。じゃあマスタージャスティスの部屋にね。じゃあマスターオブ正義です。あー、そう。これが何よりの証拠なのよ。これみんなとクッキー違うから、地味に。1128ってこれ、創業者のうちのお父さんの誕生日だから。やらないですよ。プレミアの部屋ですよ、これ。やばい、マジで。切れすぎ。なんとこれ、4人分部屋取ってますから。これ、2人部屋じゃないですか。あ、2人部屋じゃない、1人だよ、これ。これ1人。これマジで1つ、この部屋。僕のパパがマスターキーで取ってます。パパありがとう。パパもう苦しいわ、俺が。はい、知れないや。一番驚いてる。はい、じゃあ乾杯。やばい。はい、勝利に乾杯。初めてだろ、ここに。すぐ行く。最高。飲みやすこれ。えぐ。でかないですか、お兄さん。いやー。どんだけ高級感わかるでしょ、ほら。みんなに教えてあげて、ほら。この個室よ、俺らだけ。えぐい。すごいんだ。最高でしょ。サイ&コー、略して。そう。サイ&コー。なんでやねん。もう肉の動画は飯色になるから撮りません。うまい。
ほら見て、韓国は焼いてくれるんだよ。あもう韓国もめっちゃ美味しそうや、こんなの。韓国スキッピーだわ。うますぎてやばい。うますぎて。他にも全部いいね。今までいろんな焼肉食ってきました。ナンバーワン。うわ、ナンバーワン韓国やり。でも感想言ってから食う人あんまいないよ。いやもう。はい、まあ、焼肉超高級焼肉。これ見たことなかったです。焼肉で会計25。まあそれは置いといてね。こっからが戦いですよ。そうそうそう。勝ちに韓国来たんです。最初の企画ですよね。はい。こちら発表しておいて、3日後いくらまで上がっているのかという。はい、じゃあ京平さんいくら出しますか。7万円。8万円です。まあまあまあ、まあ。おー。私10万円です。10万円。おー。僕の掛け金25万円。あかっ。25。理由があります。社長系の付き合いでみんなと行ってなくて、俺韓国ちょくちょく行ってるんで、みんなと動画になってないだけで結構カジノで勝ってんです。何？本がある。なるほど。全部出したんだそれ。うわー、かけてるだね。で終わる時には100万円っていう。そうやな。もうみんな笑っとるわ。勝つぞー。ビガタウィン、ビガタウィン、ビガタウィン。おはようございます。おはようございます。韓国で未知のラーメンを買ってきましたので、食べていこうと思います。はい。これは激辛みたいなやつ。ああ。これはなんか鶏ガラみたいな。サムゲタン臭くね。何サムゲタン。サムゲタンって書いてある。なんか鶏ガラスープで少なくね。え、韓国のカップラーメン何がいいこの量。すいません。あー、なるほど。初めは全然いけると思うの。後からパターンだ。30秒遅延してくるパターン。30秒も経ってねえわ。うまいの。うん、いや、うまくない。うまくない。うまい、うまい。あー、すごい。でしょ？遅延すごい。遅延すごい。あー、これ遅延すごい。あー、そう、すごい遅延してくるのが。途中経過発表。1日目の後、夜は、その後カジノしてクラブ行って、ほぼ記憶がないので、途中経過ができなかったんですけども昨日は、僕が5万円かけまして、ゼロになってます。まあ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 、まあ、いくらかけた？4万かけまして、はい、そうです。僕が5万かけて、4万かかります。そうです。マイナス1万だけです。ガツキさんも、5万かけました。はい、ゼロ。今ふてくされて寝ています。さあ問題ここからです。そう、はい、なんと今2日目のもう、午後、俺とタツキと京平戦ってました。なんと途中まで全員10万円以上勝ってました。いや、すごいよ。でなんと京平さん昨日の負け戦を取り返しています。おートータルですらプラス3万円。えぐいよ。最大得た7万円の勝利を。はい。なんと僕トータルでプラス4万までいって、本日だったら、まあ、9万ぐらい買ってました。あ、途中からね、ベッド一撃で2万までありました。あ、もう暴れ散らかした結果、プラマイゼロになりました。まあ俺だけだね、プラスはね。はい、爆勝ちしたから。爆勝ちしてます。いや、とってこいですよ。流れに乗っていきましょう。レッツゴー、レッツゴー。ほら、見てるよ。皿からはみ出してるから、ここカニの主張がすごいんだから、これ。おしゃれに、おしゃれに。あ、それごと食うんだ。それごと食うやつ。何に使うの？おしゃれなやつです。そうそう、おしゃれ、おしゃれ。
3日目のカジノ終了しました。終了でございます。いや楽しかった。まあ、全日程終了ですね。そうだね。今回の企画3日間、うんうん、ガチでカジノに座り続けてヤバすぎる結果にと僕たちは戦い続けました。3日間の成績たつきさんから発表お願いします。はい、俺めちゃめちゃ戦いました。あマイナス5万円お疲れ様です。まあ、君は昨日の15万だと夜はい5万負けた。5万負けまでいった。うん、だから20万負けだよね。ああそういうことか。ああそういうことか。おおで今日3万減った要はトップから28万負けだ。うわ朝ビールが最高なんですよね。インチオンインチオンインチオン何しに来た勝ちに韓国で来たんです。ビガトウィッビガトウィッ。まあ俺だけだねプラスはね。はい、爆勝ちしたから一応言っとくよ。敗者ね、お前。よ、宮古落ち。見せ、ほら。敗者の顔見せるもん。ちゃんと見せろ。ほら、これが23枚。負けたやつの顔やな。こんだけ言ってて、俺ら負けてる可能性あるわけ。うん、そう。僕はですね、プラス15万です。ありがとうございます。ありがとうな。拍手すんな。ありがとう。拍手すんな。さすが、さすがです。いやもうね、やっぱすごいです。もう、てめえをやってやりました。てめえを最終的に、25万勝ちました。25万勝ちました。さすがやな、やっぱ。まあ、活力して勝ってるな。見えてるの俺から見えてる。お前も敗者だけどね。いやいや、まあみんなが勝ってくれれば俺は幸せだ。おい回すほどのことじゃないよ。何隠してんだ。てめえ、こら俺みや、ちょっとまあお土産でビトン本当呼吸するように買ってた。まあ俺もちょっと時間空いてたから、こいつが一番手下げてる。グッチやカバーカバー、ほんとじゃん。雪にカバー、こいつ、雪にこれ買って帰りにこれを買うっていう感じのドリーム使ってる。大丈夫よ。やば。いやでも欲しかったからさ。朝に夢。ポーチ。時間がやばいので。韓国旅立ちます。韓国楽しかったなと思ったらチャンネル登録。これ。出ないな。